今回はとある理由で問題になり封印されてしまったアニメ漫画を紹介していきたいと思います。それではね、早速見ていきましょう。スタート。ドラえもんは1969年に小学館の雑誌で連載されて以降、高い人気を誇り、藤子 F 不二雄氏が亡くなる3日前の1996年9月20日まで執筆されていました。しかしその日は家族が夕食の準備を告げるも、いつまで経ってもリビングにやってこなかったため、娘が呼びに行くと机に向かい、鉛筆を握ったまま意識を失っているところを発見。最後はドラえもんのび太のねじ巻きシティ冒険記62ページの下書きを描いている途中だったと言われています。原作は45巻全1345話以上存在し、ドラえもんに対しての熱意や愛を感じるエピソード、まだまだたくさん書きたいと思うお気持ちがあったことでしょう。しかし改めて初期ドラえもんを読み返すと、現代では公にできないような内容になっているクルパー電波という問題解が存在。本作は内容がかなりぶっ飛んでいるため、コミックス未収録となり封印された幻の回と言われています。一体何があったのか詳しく掘り下げていきたいと思います。まずはどんな物語だったのか見ていくことにしましょう。52年前ののび太も現代とほとんど変わらず、勉強やスポーツが全くできないためクラス中からバカにされてしまいます。そのことを両親に伝え、学校に行きたくないと言い出すと、テレ朝版では登場しないセワシが送り込んだ第二のお世話ロボットガチャコに、バカにされないようにするから行っておいでと言われ、しぶしぶ学校へ向かいます。いや、ガチャコって一体誰？違和感しかありませんよね。藤子先生もそう思っていたのか、原作には5回しか登場しないとんでもないレアキャラになっております。いやいやながらのび太は学校に到着すると、いつもより明らかにおかしくなった先生やクラスメートがおり、目は焦点が合っておらず、鼻水は垂れっぱなし、さらに 1+1 をきっとそれは大学の問題ですと言い出したり、のび太がかけっこで1位になったりし、みんなからのび太って勉強もスポーツもできてすごいと尊敬され始めます。そう言われ気分が良くなり、家に帰るとドラえもんとガチャコが言い争いをしています。話を聞くと、何を思ったのかガチャコは街中にクルパー電波を発信したと話し、ドラえもんはその電波を止めようとするも、のび太はもう少しこのままでと言ったため、しばらくのび太無双状態が継続することになります。その間に今日起こった出来事を両親に自慢しに行くと、パパは会社に行かず西部劇ごっこをし、ママは金魚をクジラに見立てて釣りをしている様子。さらにパパの代わりに会社へ行ってと頼まれたり、ママにご飯作ってとハグされ、最終的に腹減った腹減ったと踊り出し、のび太はドン引き。ドラえもんに早く直してと頼み込み、このとんでもない展開を迎えた回は幕を閉じるのでした。いや、このツッコミどころ満載のクルパー電波、このあまりにも内容がカオスすぎるというか、いろいろと語弊を生み出すきっかけになってしまうと判断され、この回は1970年に掲載されて以降、一度も単行本には載らず、長らく封印されていましたが、2009年に発売された藤子 F 不二雄大全集のドラえもん3巻に収録、約30年ぶりに封印が解かれることになりましたが、タイトルはおかしな電波の巻に変更されました。さすがに当時の表現で完全収録するのは難しいと思いますが、ずっと読みたかったファンは大喜びだったことでしょう。そして衝撃的だったのは、1973年に半年だけ放送していた日テレ版ドラえもん1話でこの回がアニメ化されていたということが判明。いやー、日テレドラだいぶ攻めてますよね。今なら大量のクレームが来そうな気がしますが、当時は子供番組ということもあり批判も少なかったかもしれません。そもそもこうなったのは全てガチャコが悪いですが、クルパー電波回を最後に一切登場しなくなり、実質干されるという形で完全に姿を消してしまいます。後に F 先生はドラえもんの手助けをするために登場したガチャコは逆に場を引っ掛け回し、収拾がつかなくなってしまう巻き込みキャラだったので退場させたと語っていますが、当初の設定ではドラえもんの妹ガチャコとなっており、ドラミちゃんの前世だったということになります。いや、こう見るとビフォーアフターは成功している模様です。まあ今見ると昔のドラえもんって結構攻めている場面があって面白いですが、個人的には心吹き込みマイクを使ってしずかちゃんが逆立ちする場面が最高にシュールで好きです。
ブラックジャックは手塚治虫氏が手掛けた漫画で、1973年から78年まで全242話制作されました。当時ほとんどなかった医療漫画という新たなジャンルを開拓し、多くの読者の心をつかんだ作品であり、発行部数は1億7600万部という記録を保有しています。この数字からもわかるように、未だに人気は落ちることなく漫画は売れ続けていますが、本作は封印された回が10話以上あると言われています。今回はお蔵入りになった作品を一部抜粋して、なぜ単行本に掲載されなかったのか、いろいろ考察しながら説明していきたいと思います。第29話、沈む女は1975年コミックス4巻に収録されるも、その後発売した文庫本や手塚治虫漫画全集未収録になっています。その理由について公式発表されていないものの、障害を抱えている人に対するひどい扱いや修正不可能なほどの差別用語の多さなどがネット上で挙げられています。しかしそこまで言われたらどんな内容だったか気になりますよね。ということで少し深掘りして見ていくことにしましょう。物語は10年前から起こっている公害病が題材です。工場から出た廃液を魚や貝が食べ、やがては人間の口に運ばれてくるが、次第に膝の関節を犯され、最終的に足が立たなくなるという症状がこの町で多く報告。地元住民は会社を訴え、その結果発病した人たちを治すと約束しました。そんな中、ボロボロの家に住む少女にそのことを告げに行くと、ぬとしか言葉を返すことしかできず、会話することが困難な模様。両親も亡くなっているため、悪知恵を働かした役員は補助金を自分のものにするため、契約書にサインさせ、不正に現金を騙し取るという最低な行為を行ってしまいます。一方、ブラックジャックは患者の治療をするためこの町に現れると、自作の車椅子のようなものに乗る少女と出会い、家に帰る手助けをします。名前はヨーコと言い、昔は海に潜って魚を捕るのがうまかったが、公害病になってからは体が思うように動かなくなったり、会話するのが困難になったと近所の人は話します。ブラックジャックはこの町なら無償で治療してもらえるはずだと思い、問い合わせたところ、ヨーコに渡す補助金はすでになく、どこかに寄付されたと役人に告げられます。ブラックジャックは役所からも見せられてしまったヨーコを不憫に思い、無償で手術を行うと言い、無事成功させます。その後再度役所に向かい、治療費を要求するも、役人側はヨーコの脳障害は元からだと主張。ここで言い負けるわけにはいかず、元は普通の頭だったと反論すると、ヨーコは字も書けないのですよと言われてしまいます。しかしブラックジャックは、字が書けたらどうすると持ちかけると、それなら信じる、治療費も出そうじゃないですか。こうして条件付きでの約束を交わし、陽子のリハビリを始め、だんだんと歩けるようになるも、知能の方は回復する兆しを見せず、それに悩まされながらもリハビリを続けていました。そんなある日、病室に行くと陽子の姿が見えません。どこに行ったのか探していると、床に一枚の紙切れが置いてあり、手に取り読んでみると、お魚取ってきます、先生に食べさせてあげます。字を書けるようになっていたことに驚きながらも、急いで陽子がいる海へ向かいます。ブラックジャックはまだ足が完全に治っていない状況で、泳ぐなど無理だと思いながら、目に入ってきた光景は水面に浮かぶ陽子の姿。陽子、今度生まれてきたら綺麗な海で泳げよ。そう言ったブラックジャックは陽子の書いた紙を破り捨てるのでした。ブラックジャックの優しさが伝わるエピソードでしたが、悲しい結末を迎えてしまう物語でした。この回は救いようのない陽子に対するひどい扱いが問題視されたようで、現在でも封印されています。まあ正直言ってしまえばバッドエンドになったわけですが、この話は実際に起こった公害病をモデルにしているため、問題点を考えるいいきっかけになると思うんですが、公式で読めないのは残念でもったいない気持ちになってしまいます。しかしブラックジャック OVA 版ではこの回がアニメ化され、原作のいいところを残しつつリメイクされ、登場人物みんないい人ばかり、本当ね、感動的な作品になっております。仮面ライダーザ・ファーストは江川達也氏が手掛けた作品で、2006年に特撮エースにて連載されました。しかし原作とあまりにもかけ離れた内容や下書き段階の未完成品を雑誌に掲載したところ、物議を醸し、仮面ライダーのライセンス保有する石森プロが単行本を許可しなかったため封印作品となっています。問題になった作家は下書き同然のせいに、ほとんど白紙の背景、乱雑な作家と酷評されてしまうが、ハンターハンターをリアルタイムで読んでいた僕からしたら全く問題ないと思うんですが、やはり富樫先生だから許されたことなのでしょうか。また他にも女性が改造されるシーンがあまりにも卑猥と受け止められたことも原因の一つと言われています。
まあ江川先生はマジカルタルルート君でもおなじみのそういう描写が多いのも特徴的なので致し方ないとは思います。また作家崩壊した理由について後に語っていたのは、かつて18人雇っていたアシスタントたちに辛く当たっていたことが原因で、ある日15人が職場放棄し逃亡、残った3人に対しても責任感がないと怒りクビにしたと語っています。結果完全に1人になってしまうも、締め切りは必ず守るというポリシーが原因で背景をどんどんなしになっていき、掲載には間に合うも批判が殺到してしまいます。その後単行本化されず完全に封印されてしまい、闇に葬られる形でひっそりとネットに語り継がれるのでした。いやー、さすが数々の名作漫画を生み出した江川先生というエピソード、どんな形でも間に合わせるのがプロとおっしゃっており、僕が大好きな漫画ハンターハンターの作者富樫先生に心の底からその言葉届けと思う話でした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。最後までご視聴ありがとうございました。サブチャンネル、ツイッターの方も登録していただくと嬉しいです。それではね、他の動画でお会いしましょう。